リオオリンピック銅メダリストの三宅博美選手に記念硬貨が贈呈されました。すごく嬉しいので、これも絶対家宝に家に飾っておきたいなと思ってます。この記念硬貨はリオから東京への引き継ぎをテーマにしたものです。コインの表には日本とブラジルを代表する桜とイペイアマレーロがデザインされています。販売価格は税込み9500円で、発行枚数はオリンピックとパラリンピックを合わせ合計10万枚でしたが、それを上回る申し込みが寄せられたため、今月末に抽選を行い、11月下旬には当選者に発送されるということです。